こんにちは。表参道で美容師をしていますえりこです。本日はたくさん質問をいただいていた私のスキンケア方法をご紹介していこうと思います。で、なんと今回のメインは美顔器になります。それでは早速ご紹介していきます。私自身美顔器すごく気になっていたんですけど、やっぱり美顔器のイメージって高いとか使い続けられるかわからないとか効果があるのかわからないとかすごくいろいろ不安はあったんですけど、実際使ってみると全然そんなことなくてすっごいハマります。私が実際に使っているものをご紹介していきます。じゃじゃん。ヤーマンのブライトリフトっていう美顔器になります。ヤーマンってすごく有名なブランドで、私自身以前から何個か商品を使ったことがあったのと、あとは美容機器専門メーカーなんですごい安心感がありました。今日説明する RF 美顔器シリーズもういろんなラインナップがあるので自分に合った種類を選べます。で、この今回紹介するブライトリフトは一番嬉しい肌の透明感に特化した美顔器なんですよ。やっぱりこの肌の乾燥とか紫外線とかくすんでくると思うんですね。くすみを撃退してくれる透明感を目指す美顔器っていう感じです。もうね、これがすごいんですよ。実際に今からやっていくんですけど、まずはメイクを落とした状態にします。はい、今お肌だけ全部落としてきました。使い方は洗顔後の何もしていないお肌に使っていきます。で、見てもらうと分かるんですけど、ここにマグネット式のストッパーがついてるんですよ。で、これを外してここにセットして、よいしょ、ギュッて、はい、これでセット完了。こんな感じで、まずこの一番上のこのクリーンモードっていうところを押します。そうするとちょっとあれかな、ライトついつくんですよ。クリーンモードはお肌を温めながら肌に残っている角質とかを落としてくれる。これね、わーんってあったかくなってくる。で、軽く滑らせていきます。で、しばらくすると今わかるか、音ブーンって音が鳴ってるんですけど、 RF っていうのとイオン導入っていうので交互に変わっていくんですよ。あったかくて気持ちいいんですよ。で、これで私はここのね、顎ラインとかもやるようにしてます。こんな感じ で、この小鼻とかもしっかり、結構あったかくなりますよこれ。これで一セット終わったんですけど、これ今片方しかやってなくて、これ取ってみるとわかりますかね。あんまりなんかこう大々的にお見せするものじゃないんですけど、こうやってちょっとわかるかな、照明の肌の汚れがごっそり落ちるんですよ。これ最初使った時すごいびっくりして、こんなに汚れ落ちてないんだってなりました。私これ今使ってだいたい1ヶ月ぐらい経つんですけど、メイクのノリがすごく良くなりました。次の日びっくりする、使った日は。で、1ヶ月って言ってもこれだいたい週に 2,3 回でいいんですよ。なんだろう、毎日やらなきゃっていう感じではないので、週に 2,3 回のご褒美っていうか、だからあんまり続かない人でも続けやすいのかなって思います。これぐらいのペースだったら。汚い、ショックショックですけど、化粧水。次はこの2個目のボタンの
モイストっていうところを押します。これもね、温めながらこう肌をしっとりさせていく。で、これちょっと最後にピリピリした刺激が来るんですよ。自分の気になる箇所にやっていくんですけど、フェイスラインとかだとこうちょっと歯をギュッて食いしばった時のこのポコッとした部分に当てていく。もうね、ピリ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 って痛くはないんですけど、効いてるなって感じ。でトーンアップしたい人とかはこの小鼻のあたりをこうギューって押し上げる感じ。終わって、今結構この時点でもうもちもちなんですけど、最後にこのクールボタンがあるのでこれ押します。そうすると、ね、青い光になるんですけど、これを当てていきます。これはね、これすごい冷たくて気持ちいいんですよ。ね、私自身も結構くすみやすい肌なんですよ。なんですけど、これだいぶ使い続けて結構トーンアップしたかなと思います。さっきも言ったように、汚れが詰まったり乾燥していたりすると透明感が出にくいんですよ。やっぱりね、週に 2,3 回でいいっていうのがすごく良くて、まあ、明日大事な予定があるとか、ちょっと今日はお風呂上がりのスキンケアに時間かけようかなっていう日に使うだけでいいので続けやすいと思います。で、私はこれやった後にここのね、マッサージもしてます。こんな感じですかね。肌がね、もちもちになりました。前まで何もしてない時は結構張りがない感じだったんですけど、これ使うとね、すごいツヤツヤのもちもちの張りがある感じになります。以上が私の最近のスキンケアでした。私もね、25歳になってそろそろ何か始めないとなって思っていたので、こう自分に合ったものを見つけられて本当に良かったなと思ってます。皆さんもね、効果とか気になると思うので、使い続けて、でまた動画あげようかなと思います。美顔器が気になってる方や、そろそろ何か始めないとって思ってる方や、美顔器に抵抗があった方も、簡単にできるし自分のモチベーションもすごく上げてくれるものなので、気になった方はぜひ試してみてください。この美顔器の詳細は概要欄に載せておきます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。Thank you.